カンアオイは、馬の鈴草カカンアオイ族の植物である。研究者によっては、ヘタラトラパ族に含められるが、最新の植物史では、アサラム族に分類される。別名、関東カンアオイ。岐阜町の幼虫の植草としても知られる。小型の多年草。茎は短く、地面を保服する。葉は、個性、卵形卵状楕円型で、先端は A、A かしら。 木部は深い心形、長さ6から10センチメートル、幅4から7センチメートル、能力色で白い斑紋があり、まばらに毛が生える。花器は周期で地面に接して咲く。花のように見えるのは花弁ではなく3枚の学編である。学編は木部で癒着し学頭を形成する。学頭は先がくびれず、直径2センチメートル、長さ1センチメートル程度で、 暗視色、内側に格子状の隆起線がある。学頭の先端の学列片は三角形で、学頭よりも短く濁った黄色。有髄は12本、髄髄は6本。方向がある。染色体数は 2N イコール24。日本固有種。関東地方南部から紀伊半島東部の地域に分布し、産地の林下に生育する。基本種に似るが、つぼみ時に、 学レッペンが接する気分に、明らかな凹みがあり、開花後、学レッペンの縁がうねる子が多い。本州及び四国に分布する。佐竹、もみ山では、独立種ヘタラトラパナンキーインシスにしている。絶滅危惧痛類。佐竹、もみ山では厚みイお及び鈴鹿オイを、オイの編種にしたが、菅原では、厚みオイを、独立種はサラムリジェソンズに、 鈴鹿缶青いを厚み缶青いの編集 A、リジェソンズバリエーション、ブラックポディアンとしている。ありがとうございます。